シャウエンブルク家の紋章、シャウエンブルク家は、ドイツ諸公の家系である。シャウムブルク家とも言われる。シャウムブルク薄領及び、ホルシュタイン薄領を領した。ホルシュタイン薄領は後にホルシュタインイツェ法、ホルシュタインキール、ホルシュタインピンレベルク、及び、ホルシュタインゼーゲベルク、ホルシュタインイコールレンズブルクに分割された。また、後に、シュレーズビヒ考領も得た。 シャウムブルク城シャウエンブルク家の本拠シャウエンブルクの名は、同家の本拠地であった、ベーザー川沿いのリンテルン近くにあるシャウエンブルク城から名付けられた。1295年からは、同家は、シャウエンブルク博を名乗った。アドルフ一世が1106年に初めてシャウエンブルク領主となった人物と考えられている。1110年、シャウエンブルク領主アドルフ一世は、ザクセン公ロタールにより、 ハンブルクを含むホルシュタイン及びシュトルマルンお礼園として与えられた。ホルシュタインはシュテラウの戦いの後、デンマークに占領されたが、ボルンヘイフェトの戦いにおいてシャウエンブルク博良により再び征服された。1640年に夫を五世が死し,しなく死去した後、シャウエンブルク家は断絶した。ホルシュタイン・ピンネベルク博良はホルシュタイン公領に併合された。 本来のシャウムブルク伯領は、シャウエンブルク家の後継者の間で三つに分割相続された。それらのうち一つは、ブラウンシュバイク・リューネーブルク公領に組み込まれ、一つは、シャウムブルク・リッペ伯領に、もう一つは、シャウムブルク伯領として存続し、ヘッセン・カッセル・ホーにより同訓連合の形で統治された。ありがとうございます。